リニア編集とは、ビデオカメラ、その他スタジオの機材によって、磁気テープ上に、編集された、映像内視音声を記録する工程のこと。1990年代初めに、コンピュータによるノンリニア編集が登場するまでは、単に、ビデオ編集と呼ばれていた。テレビ放送は、基本的に、フィルムに代表される、収録媒体の導入までの間、性のメディアであった。 テレビの生放送でショットを編集表現するためには2台以上のカメラによる映像信号をスイッチャーなどの機材で切り替えていた。スイッチャーは異なる映像ソース間のカット、ワイプ、フェード、ディゾルブなどといった効果時間の長い場面転換表現を可能にした。VTR の登場以前再放送を行うためにはテレビの映像信号をフィルムに記録するキネコという 機材を用いる必要があった。キネコはフィルムの画質に準じたため、駒落ち、画像自体の歪みもあれ、コントラストの変調など、画質がどうしても劣化した。また、フィルムの現像には時間を要したため、同一国内のタイムゾーンの異なる地域へ向けての、時差ネットのような即座の再放送には対応できなかった。上記のような短期、 長期のアーカイブメディアとしての利用需要の高まりをきっかけとして放送業務用ビデオテープレコーダー及びビデオテープの開発が進んだ。数十年にわたる技術的な進歩を経てビデオテープ編集はやがてフィルム編集に匹敵する番組制作ツールとなった。アメリカ合衆国で最初に広く使われたビデオテープは2インチ規格であった。 後に用いられる規格よりもテープの幅が広く走行速度は毎秒30インチであった。ヘッドとテープの相対速度を十分に得るために4個の映像用記録、再生ヘッドが取り付けられたヘッドホイールが幅を横切る方向に回転する。この機構は4ヘッド VTR またはクワットテープと呼ばれた。この機構では テープ上のトラックはテープに対して90度にやや足りない射型で記録される。当初、ビデオテープはフィルム編集同様物理的に切り張りすることによって編集された。これは骨の折れる作業であまり広くは行われなかった。まず編集するテープをきめ細かい鉄粉を浮遊させた4塩化炭素で塗装する。この下作業により磁気トラックが 写真フィルムでいう露出の状態となり、顕微鏡で磁気トラックの形状を見ることができるようになる。次に切り張り作業のために設計されたスプライサーという機材で切るべきトラック位置の見極めを行う。トラック上の奇数フィールドと偶数フィールドを乱すことなしに垂直奇線区間で切らなければならず、なおかつ蒸気のトラック角度と同じに切らなければならなかった。テープの切り張りは、 正確さを要し、うまくいかないと編集点で映像が乱れたり、テープ走行中に切れてしまったりする。また、映像と音声の読み込み位置は数インチ離れているので、映像、音声両方において正しい位置で物理的編集をすることは不可能であった。すなわちカットは映像のみのためになされ、音声は後で正しい関係にコピーし直された。 ビデオテープの物理編集の欠点は多かった。ビデオテープが高価な時代にあって、編集済みテープの再利用はできず、編集作業には熟練を要し、なおかつ大変な時間がかかるため、もっぱら物理編集は行わずに、上記のカメラ切り替えを応用した一種のロール編集をリアルタイムに行いながら映像を収録し、多くの放送済みテープはそのまま上書き利用された。 物理編集を広範囲に利用した最初の、そしておそらく唯一のテレビ番組は、ローワンマーティンズ・ラフ・インである。クワットテープを指一本で編集するための機器は、1960年代までに開発された。これは2台の機械で映像再生を同期させながら、任意のショットをパンチインさせる形のものだった。このシステムや、 初期のコンピューター制御システムには問題点があり、新たに録画された側の映像がオーディオトラックの側面に記録されるため、オーディオトラックにアーティファクトが発生した。この問題を解決するために、各事業者はバズオフという民生品のオーディオ機器を使用した。テレビのポストプロダクションでは、その後約10年以上にわたって2インチ。 VTR によるコンピュータ制御の編集システムが標準的なツールとして使われてきた。しかしこのシステムは費用のかかるハードウェアであり、またテープがしばしば巻き込むなど、セットアップに時間を要し、編集ごとの工程のロールバックには時間がかかり、さらにロールバックに失敗した部分の映像にバンディングと呼ばれる不快な島状の色調の歪みを生じさせた。 しかし2インチテープは他のより小さな規格のテープよりも広い帯域幅を持っていたためシステムを適切に扱えば生放送上のカメラを通じたものと区別のつかない鮮明な映像を得ることができた。また初期のビデオ編集技術の他の欠点としてエグゼクティブプロデューサーなどへ向けた試写を提出することができなかったことが挙げられる。ポスプロジの EDL を見るだけで 最終的な画作りをイメージできるほどには、彼らは必ずしも素材に精通しているわけではないため、意見が反映されるべき機関に意見を表明する、機会が少なからず、奪われることになった。このため、特に、ドキュメンタリー番組は長らく、現場と責任者との間での衝突の舞台となった。ソニーリニア編集システム、ブブ九百十のキーボードヘリカルスキャン方式 VTR が、 主流になると物理的にテープをカットすることはもはや不可能になった。この頃2台の VTR を使い1台の VTR を素材出しにしてもう片方の VTR を任意の部分をコピーするための受け手にして編集作業を行うシステムが成立した。多くの VTR は2台目の VTR を リモート制御することができるので外部に編集制御装置を設置する必要がない。このシステムによりビデオテープによる映像編集作業の大半は簡便になった。このようなビデオテープの電子編集が本格化したのは1970年代後半でコンピュータ制御による一体型編集機が開発され上記 EDL データをもとに複数の VTR や周辺機器を タイムコードで同期させながら編集を行うことができるようになった。最も人気があって広く使われた編集機はソニー、アンペックス、そして老舗企業の CMX システムズから発売された。このシステムは特に VTR、スイッチャー、キャラクタージェネレーターといった周辺機材に比べて高価であり、利用はハイエンドなポストプロダクション施設に限られた。 テープからテープへの物理コピーにより、すべてのショットを最終的な編集糸順に即座に並べる必要のあるこの編集システムはリニアを持っている。例えば、一旦ショットをテープに記録してしまったら、それより前の部分に何かをインサートしたい場合、すでにそこにあるものを上書きすることなしにはそれを行うことができず、さらにインサート以降の部分をつなぎ直す必要がある。 システムのやりくり次第で別のテープの上へそれまでの編集済みの内容をコピーしインサートを経た新しい映像素材を完成させることも可能ではあるがアナログ記録の性質上コピーを繰り返して世代を経ると画像劣化をもたらすので好ましいやり方とは言えなかったやがてコンピュータを使ったノンリニア編集がコマーシャルメッセージ 映画、企業向けあるいは一般消費者向けのビデオ制作に広く使われるようになった。一方で、ニュース番組の素材編集、あるいは中小規模の映像制作事業者など、現場によっては、従来のリニア機材がごく普通に使われており、ノンリニアの新規機材による機材更新が行われていないところもある。ノンリニアの作業時間より、従来のリニア編集が、 手っ取り早い場合があるためで、中には、リニア編集機材に、ノンリニア機材を接続し、リニアとノンリニアのハイブリッド化を目指す事業者も、現れている。ありがとうございます。